見えるかチャンネル、政治を見えるか。どうも見えるかのつむぎです。今回は自民党の派閥第2弾です。小選挙区制の導入により自民党の派閥は力を失ったと言われていましたが、次の総理を決める総裁選の報道を見ていると派閥の力が大きく働いていることを感じるのではないでしょうか。そこで今回は派閥とは一体どんな利点と弊害があるのかについて見ていきたいと思います。それでは行ってみよう。まずは派閥のメリットから見ていきましょう。まず一つ目は多様性です。日本には約1億2000万人の人々が住んでいます。そのような中で全ての人が望む政策を実行することはできません。そこで派閥を形成し、党内に様々な意見を持つ議員を抱えることで多くの人の支持を得ることができるのです。続いて2つ目は柔軟性です。政治を行う環境というものは日々刻々と変化していきます。今回のコロナのように大きな変化がいつ訪れるのかは予測することはできません。このような時に派閥による多様性を確保し、柔軟な対応ができるのです。3つ目はバランスです。党執行部に権力を集中させるのではなく、ある程度の権力を派閥に集めることで独走を防ぎ、互いに牽制し合うことによってバランスを確保しているのです。これを党内野党という言い方もできます。次にデメリットを見ていきましょう。まず一つ目は資質のない人物の官僚就任です。派閥内の力関係によって官僚などの重要ポストが割り振られ、適任とは言えないような人が役職に就く恐れがあります。皆さんもテレビなど見ていて、なんでこの人が大臣してるんかなって思ったことはないでしょうか。続いて2つ目は政党として一枚岩になりにくいという点です。派閥の力が強くなりすぎて執行部の力が弱まってしまうと、党として一丸となりにくく、議員によって全く違う主張をしてしまうといった状況に陥る恐れがあります。これによって党の主張が国民に伝わりにくくなるといった弊害が生まれてしまう恐れがあります。3つ目は政権交代が起こりにくくなるという点です。政党は変わっていないのに総理の出身派閥が変化することで政策も変わってしまい、国民は政権交代が起こったかのように認識してしまう場合があります。それゆえ政権交代が起こりにくくなり、政権が長期化するために政治の腐敗が起こってしまう可能性があります。つまりまとめると、メリットは多様性、柔軟性、バランスの確保。デメリットは質のない官僚の誕生、結束力の低下、政権の長期化戦となります。ということで、いかがだったでしょうか。今回紹介したものはあくまで一部に過ぎません。皆さんは派閥政治が行われることについてどのようなメリットや弊害があると考えますか。コメント欄でぜひ教えてください。ということで、本日の動画はここで終了です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。このチャンネルでは政治や学生に関する話題を面白く、分かりやすく、丁寧に解説しています。 PC の方はこちらから、スマートフォンの方は下の概要欄からチャンネル登録お願いします。また公式ホームページや Twitter、Instagram も下の概要欄に貼っていますので、ぜひチェックお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。